洗濯ネットを修理する。使っているうちにファスナーが壊れた洗濯ネット、スライダーが外れ、エレメントとテープの間が破れてしまいました。100均でも手に入るものなので買い替えれば良いのですが、家にファスナーが余っていたので取り替えてまた使うことにしました。縫い目をほどくのは大変なので、元からついているファスナーのテープ部分を切り取ることにしました。スライダーとエレメントを外した状態です。ネットの内側からファスナーを待ち針で留め縫い合わせます。水に入れることが前提なので、エレメントは金属ではなくプラスチックが良いと思います。ファスナーを開き、下側も待ち針で留め、ネットとファスナーを縫い合わせて完成です。しばらく延命できたかと思います。